アレン・エム・サムナーはアメリカ海軍の駆逐艦。アレン・エム・サムナー旧駆逐艦の一隻。韓米は第一次世界大戦で活躍したアメリカ海兵隊隊アレン・エム・サムナーにちなむ。アレン・エム・サムナーは1943年7月7日にニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で寄港した。1943年12月15日に アレン・エム・サムナー未亡人によって命名、浸水し、1944年1月26日に、艦長のオマンジェ・サンプソン少佐の指揮下収益した。1944年アレン・エム・サムナーは3月3日までに、ニューヨーク海軍交渉での偽装を完了すると、バミューダ海域での成長訓練に向かった。4月8日に、ニューヨークに帰還、信頼性試験を行った。 5月3日に修理が完了すると、バージニア州ノーフォークへ出港し、到着後2ヶ月にわたる心臓艦乗員訓練の核となる乗員たちの訓練を開始した。ニューヨークへの帰還は7月5日のことであった。8月12日サムナーは太平洋戦域に派遣された。途中でノーフォークに短期間止まり大潜水艦と対航空機の戦闘訓練を行い、 8月29日にパナマ運河を通過した。ハワイ到着前に9月7、8日サンディエゴに一泊したため、新珠湾到着は9月14日のことで、以後10月23日まで5週間に及ぶ訓練を行った。11月29日、フィリピンのサンペドロ湾に着任。ジョンシーザアーム中佐指揮下の第1 2 9区地区隊に属しレーテ湾のパトロールを開始した。 12月2日アレンエムサムナーはオルモック湾野戦に参加した。1944年末、すでに配色濃厚な状況になっても日本軍はフィリピンエボシシと兵員を輸送していた。偵察機からの報告はその夜日本軍の輸送船団がオルモック湾に入港することを示しておりサムナーは両艦モールクーパーと共にこの輸送船団を撃破するために送られた。 2日23時サムナーはセブ島から発進した日本陸軍機による第一波の空襲を受けた。100式司令部偵察機の投下した爆弾が船の右舷船首から30ヤード至近距離で爆発。破片は船体を貫通し、船内では火災が発生した。主官1人と兵12人が負傷したが、サムナーは戦闘を継続した。夜半3隻の駆逐艦は、 二隻の敵艦をレーダーで探知した。それは日本海軍の第43駆逐隊に所属した松型駆逐艦、クワと竹であった。探知から9分後、戦闘が開始され、サムナーと両艦はクワに砲撃を集中し、クワを撃沈した。しかし竹からの雷撃を戦隊中央部に受けたクーパーは流骨を折られ、ほとんど一瞬のうちに沈められた。どうにか脱出できたのは、 乗員の半数程度だった。サムナーとモールはこれら生存者の救助に当たったが、空襲と海岸の砲台からの砲火が激しく、救助作業は難航した。3日サムナーとモールはオルモック湾から撤退を開始し、その日のうちにサンペドロ湾に到着した。サンペドロ湾でサムナーは戦闘で受けた損傷の修復を受けた。この間サンペドロ湾は、 断続的な空襲にさらされたが、9日後サムナーは、修理を無事完了した。12月12日に、サムナーは、サンペドロ湾を出発し、12月15日には、進行前の海岸爆撃に参加すべく、アーサー・ディス・トラブル少将のミンドロ島上陸支援を、任務とした第78任務部隊第3任務軍に、参加した。部隊は、日本軍の空襲を受けたが、サムナーに、 損害はなかった。サムナーは、両艦モールとイングラハムと共に、対空防御を担当した。翌日、サムナーは、ミンドロを出発した。12月26日から29日にかけては、ミンドロ島への、および、サンペドロ湾への補給部隊を護衛した。1945年1945年に、入ってからも、アレン・エム・サムナーは、フィリピン方面で活動を継続した。 1>, 1月には、爆撃、火力支援を任務としたジェシー・ビオルデンドルフ中将の第77任務部隊、第2任務軍に属しるン島上陸作戦の前段階であるルソン島への砲撃に参加した。1月2日、アレン・エム・サムナーは、サンペドロ湾からリンガエワンに向けて出撃した。1月6日、リンガエワンにて、総海作業の支援中日本特攻機の攻撃によって、 損傷を受けた。この時突入してきた、特攻機は3機で、最初の機は、対空砲火の前に突入を断念し退却したが、2機目が、おとりとして、対空砲火をそらす間に3機目が突入した。この突入で、アレン・エム・サムナーは、損傷を受け、14人の戦死者と19人の負傷者を、出した。艦の被害も大きく、撤退して、 大型艦との合流を図るべき規模であったが、サムナーは撤退せず1月14日まで作戦を支援した。14日、サムナーはアメリカ修理のため機関の都に着いた。18日にマヌに到着し、9日間停泊した。1月27日カダシャンベイと合流し、マジュルを経由して2月6日に真珠湾に到着した。真珠湾への停泊は1日だけで、 翌日には、オアフ島を出発し2月13日には、カリフォルニア州ハンターポイントに入港した。修理は4月10日に完了し、14日から西海岸で駆逐艦上院候補たちの訓練を開始した。3ヶ月後の7月17日、サムナーはサンフランシスコでの訓練任務を解かれ西部、太平洋での任務に復帰した。23日オアフ島に到着。 真珠湾での3週間の訓練を経て8月12日、ハワイを出発した。8月15日に日本は降伏したが、サムナーは西への航海を継続した。1962年10月、キューバ危機に際して、キューバ隔離のため出動した。アレン・ m サムナーは、第二次世界大戦と朝鮮戦争、ベトナム戦争の功績によって2個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。